こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、定番の標準レンズ、ズミクロンの 50mm のこちらは第2世代になりますね。はい、ご覧の通りズミクロン 50mm の、第2世代シリアルが244405ですので、1970年ですね、のドイツ製ライカ、ズミクロンの 50mm ドイツ製ということになりますね。はい、じゃあ外観から見ていきましょう。外観はご覧いただいてます通り、大変ですね、備品ですね、目につくすれ当たりとかですね、使用感という使用感はですね、ほぼほぼ見当たらない状態ですね。で、どこかに落として歪んだりとかですね、強く擦ったりぶつけたりした後は見当たらない状態ですね。はい、大変綺麗な状態です。塗装の劣化とかですね、こういうローレットの角もですね、摩耗も見当たりませんし、非常に綺麗な状態と言っていいと思いますね。で、レンズも綺麗ですね。前玉、後玉ともにですね、擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗など見られない状態ですね。はい、ご覧いただいてます通りです。はい、中玉にも曇りカビ、バルサム切れとかないですね。はい、ちりほこりもですね、こう見たとこですね、こう見えませんので、だいぶクリアな状態キープしてます。絞りの動きも軽快ですね。羽の痛み、油の乗りもないですね。でもって、ピントリングも、いっぱいまで滑らかに回っております。動きムラはないですね。はい、ご覧いただいてます通りですね、非常に綺麗な状態ですね。付属品がこちらのバブルケースですね。こちらライカ純正のバブルケースと、こちらもライカ純正ですね。はい、ライツカナダ社製ですけれども、はい、純正のレンズフード、こちら挟み込み式ですね。はい、こちらで、ご使いいただけます。こう逆さにつけてですね、こうこのままケースを捨てていただくことができます。はい、ということで非常にいいですね、状態のライカズミクロン 50mm 第2世代ですね。ですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために念のため、改めて、分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、大変いい状態の備品、光学もですね、非常にいい状態のライカの、ズミクロン 50mm 第2世代になっております。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。